千葉ロッテマリーンズ対読売ジャイアンツのゲームを解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはマリーンズの先発菅野がマウンド。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。インコース詰まりました。バッターは2番に入っている高橋。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー菅野、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略しているか。ストライク。最初は変化球持ってきました。ストライクです。ストライク。低め、これは決まった。ノーボールツーストライクです。引っ張った。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そして山田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球ボール。インサイド、左中間に上がった。バッターは2番に入っている福留。則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。バッターボックスには指名打者の大谷。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナースタート。打ちました。流しました。打席には4番バッター吉田。ツーアウトになっています。インコース詰まりました。2回になります。ジャイアンツの攻撃、バッターは DH 柳田。マリーンズ得点に動きは。打ちました。バッターボックスは5番相澤。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球簡単にストライクを取ります。154キロがいきなり出ました。インサイド落ちました。ファウル。打ちました。バッターボックス福留。ツーアウトになっています。この回の菅4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。打ちました。2回の裏になります。マリーンズの攻撃、バッターボックス井口。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。この球は落としましたが決まりません。ボール先行です。左中間へ。バッターは6番宮崎。則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。落ちる球できました。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。ライトに持っていった。さあ、そして打席には松田が入ります。ここは打順もいいですし、このチャンスをものにしないといけないですね。さあ、二塁ランナー帰ればサヨナラ。さあ、ここでマリーンズ大